リサンドロ・マルティネスね、ある程度熱合してるね。そうだから、リサンドロ・マルティネスは、ティンバーほどじゃないですけど、まあ、利き足逆だし、持ち運べて、安価もできて、みたいな。でも、まあ、基本的にリ理解体ワレスがやった気がするな。 あれ、アーセナルよりも、アヤックスの方が、人依存のビルドアップなんですよ。失わないっしょ、みたいな。そうそう。失わないやつ、うちだと出れないから、みたいなサッカーなんですよ。なんで、ここでボール持って、こういう風にプレスかけられたときに、今、こういう風に立ち位置取ってさ、ここだと出せるかとかあるけど、ここら辺人いない。前行っちゃってる。っていう時も、かわしたり、キーパー戻したり、頻ンパに渡してワンツーしたりとかしてるから。だから、基礎技術が高い。で、あの、何がいいって、 前に潰す守備できるんですよ。相手の状況を見て前に出ていく守備とか、サイドバックの背中を守る守備とかできるんで、だからアヤックスって、そんなに対人強いというか、こう、ファイターみたいなセンターバックいなくても、あの、失点率低いのは、前からかける守備のプレスの仕方が、すごい、まあ、ちゃんと段階踏んでる守備をできてて、どっちに誘導してどう守備するかっていう。で、それによって前から捕まえいくと、このスペース開くじゃないですか、ディフェンスライン前が。このスペースをどう埋めるかっていうので、自分で出てって、例えば、 アイテム受ようとしてるとき、センターバック出てって、サイドバックと背後半センターバックと逆サイドのサイドバック絞ってみたいなのもできるから、多分守備の戦術理解度も高いんですよね。で、あの技術あったらアップダウンする運動量分かんないけど、左のサイドバックもできるから、左番富スみたいなのすよリサンド・マーティエス。一番うまくいくと。だから、富スとリサンド・マーティエス両がいたら、まあスタメンある人はあるだろうけど、ティアニーがいないときには左サイドバックに使えるし、で、ティアニーいるときも3バックにカクトも使えるし、富康もホワイトとかいないとき右のセンターバック使えるじゃないですか。とかまあ、 基本の左利きのね、センターバックだと、マガレンスト2枚並べてもね、あの、パウトーレスラポルトみたいな感じになるだろうしね。リサンドロ・マルティネスは、正直、ティアニーからのタバレスが、あの、やれること違いすぎるから、だから、タバレス買うんだったらサイドハーフだと思うんですけど、まあ、出てくかもしれないけどな、アタランたのやつ。リサンドロ・マルティネスだと、あの、ティアニーほどのアップダウンがなくても、やるサッカーを変えなくて済む。だから、ティアニーいないからきついなっていう試合が、リサンド・マルティネスいるから。 安心だなとか。あとは、まあ、普通にボランチでね、トーマスの脇で使ってもいいし、まあ、トーマスいない時のトーマス役ももしかしたらやらせられるかもしれない。それはまあ、ね、プレミアのレベル高くなったらどうかわかんないけど、リサンドロ・マーティネスの説明ですか。あ、大変ですか。めっちゃ欲しくない説明でも本当に、そこを選んでくれてるんで、嬉しいですよね。選馬もでき、選馬でもサイドバックでも脇分かってる人、えー、それが右・左両方。ヤ安も一枚増えるみたい。一番いいかい,い方するとね、ただ、あの、アヤックスだと、それこそ、あの、ベンフィカでも敗退しちゃう。ベンフィカ 相手にさカウンターとなんかそういうので敗退しちゃったししっかり相手が強い状態でボール持たれてどういう対応するかまでは見れてないからもしかしたら相手がすごい強い時とかでなんかボロ出るかもしれないですけどただ国内リーグでやってるサッカーだとあのボール回すテクニックがあってそれを戦術的なサポートを受けない瞬間もできて守備の時にも数的不利で守る守備をできる能力があるって感じだから。